疲れ様でした。今日は一番搾りの黒生です。普段あんまり黒って飲まないんですけど、これもいい香りだな。いただきます。うまい。今日はね、だいぶ腰はね、コルセットをつけてるんですけど、でももうだいぶ良くなってきたんで、今日はねちょっとちょこちょこ作業はしたんですけども、この間このビール飲む動画を公開したでしょう。あれがなんか普段ここで生活してると外に飲みに行けないんですよね。もう徒歩で行けるバーとか居酒屋はもちろんないし、でまあ車は当然乗れないし、お酒飲むとかといって公共の交通機関もないんですよね。最寄りの駅まで車で行かなきゃいけないし、タクシーも拾えないし、なのでまあ家で飲むしかないんですけども、なんかね、この間このカメラ回しながら、なんか皆さんにちょっと語りかけながらビールを飲むっていうのが、なんかね、バーとかで誰かと話しながら飲んでるような気分を味わえたので、これはちょっとちょこちょこやっていこうかなと思います。まあどんだけ需要があるかは分かんないですけど、これはもう自分が楽しいからやってるだけです。なんかこうでね、自分のおしゃべりの動画を自分で見ると、なんかね、自分のしゃべり方の嫌な癖というか、そういうものがなんかすごく気になって、このなんかっていうのもなんかがすごく多いんですよ。なんかとか、なんかちょっとっていうのが自分でねすごく多いなぁと思って、それをねちょっとまた今ちょっとって言おうとしたんですけど、まあ一か別になんかって言ってるしまあね、普通に喋ってる分にはいいんでしょうけど、でもちょっとなんかね、ちょっとなんかね気になりましたね。まあいいけど、今週はサックスのレッスンを、まあ、月に1回レッスンを受けて、レッスンとレッスンの間はひたすら自分で練習してっていう生活なんですけど、そうちょうどねサックスを始めて丸2年経ったんですよ。ちょうど2年前の10月の後半にサックスを買って、でちょうど丸2年ですね。で2年経ったし、ちょっとレッスンを受けようかと思ってレッスンを受け始めたんですけど、やっぱりねレッスンを受けると全然違いますね。なんか本を読んでなんか理論とか勉強しようとするんですけど、やっぱりなんか本読んでもねあんま頭入ってこないんですよね。で先生に一言言ってもらえたらなんかそれでほぼ理解できたり、あとね昨日もそう、この自分で先生の前で吹いてたら、なんかこっちのひろさん指が長いから、この手がこう余っちゃって
ちょっと窮屈そうだねっていうことを言われて、確かにこうこういうふうにここのボタンを押さえますよね。でサックスでここにもこうキーがあるんですよ。パームキーっていうんですけど、手のひらで押さえる。だからこう押さえててこっち押さえなきゃいけないとこうなるんですよね。まあそれはそうなんですけど、さらにこう来てオクターブ上の音を出すとここのキーを押すんですよ、親指。だからここを押しながらここを押すとすごくなんかこう窮屈になっちゃうんですよね。それでなんかここのキーをキーにこうライザーっていうか何かつけてしたら、こうここまでもうちょっとこう余裕を持ってこうできるよっていうことを教えてもらって、ここのその市販のなんかゴムでスポッてかぶせるようなやつもなんかアマゾンで見たら売ってるんですけど、なんかせっかくなんで、その先生はなんかコルクでねこう持ってて、なんか楽器屋さんでなんか言えばまあお金出してやってもらえるみたいなんですけど、ちょっとね面白そうなんでね、自分でやってみようかなと思って。ただやっぱり先生に習うとすごく上達というか理解が深まるというか、解像度が、音楽に対して解像度が上がる感じはすごいあるんですけど、それとともに自分がいかにできていないかっていうのもすごい痛感させられるんですね。その上達っていうのは自分の不出来を思い知らされることなんだなっていう、なんかそういうトレードオフというか、二律背反というか、なんか、ただね、その上達したなって嬉しくもあり、あこんなできてないんだって落ち込むんですけど、まあ落ち込むんですけど、あそんだけまだ伸びしろがあるんだってことでね、僕は割とポジティブなんで、いつもねなんかそういう嬉しくなったり落ち込んだりしながらも楽しんでね練習してます。昨日もそのレッスンの時も一応こうこのキーでアドリブをやってみようって感じで先生とね交代でやるんですけどね、難しいですね。ただなんかこの練習をしてればなるほど上手くなるなっていうのがすごい感じられるんで、とてもやりがいはあるし、もうすごい楽しいですね、音楽の勉強は。もともと音楽は僕中学高校の頃に吹奏楽部に入ってやってたんですよ。サックスじゃなかったんですけど、ユーフォニウムっていうこうトロンボーンと同じ音階なんですけど、チューバの一回り小さい感じの、なんかアニメで何年か前に流行ったんで、最近は知名度もユーフォニウムあると思うんですけど、当時ほんとマイナーな日陰の楽器で、すごく本当はサックスやりたかったからすごく嫌だったんですけど、でもなんかやってたらね、吹奏楽の中でのユーフォニアムっていうのは割とメロディーを担当することが多くて、チューバだったらチューバとかね、ベースの音域だったりするんですけど、ユーフォだと割とトランペットとホルンと一緒にメロディーをバーンって吹いたり、その裏メロディーを
吹いたり、なんか割と美味しいところが結構あるなと思ってね、実はなんか楽しかったんですよね。だからなんか高校に進んでからも吹奏楽部入って、そこではサックスも選べたんですけど、なんかユーフォニウムも続けてましたね。まあそれから社会に出てからはちょっと音楽からは離れちゃったんですけどね、まあ、その辺の話もまた今度まとめます。僕ね、頭の中で話がまとまってなくて、こうあっちゃこっちゃ行っちゃうんでね。じゃあ今日はこんな感じでやめておきます。なんかこの間の動画結構20分以上ありましたよね。なんかちょっと長いかな、あれは。どうなんですかね、もしご意見あったら、こんくらいがちょうどいいなとか、10分ぐらいでいい、いや1時間でもいいとか、なんかそういう意見あったらコメント欄で教えてください。では